名も七星召喚。七星召喚。ああ、前々からいろんなとこで名前を聞いてはいたけど、カードまさかモンドにもあるなんて。その通り。最近は七星召喚にハマる人が続出していてね。稲妻の八重堂も七星召喚。物語はあるスメールの少年が自宅の屋根裏から古い秘典の箱を見つけるところから始まる。少年がその蓋を開けると、中には古の決闘者